己ソニックめ、わしがこのまま引き下がると思ったら大間違いじゃ。わしにはまだ最後の奥の手が。カオス、マスターエメラルドは元に戻っているんだぞ。なのにエンジェルアイランドがまた落ちるなんて、一体どうなってるんだ。もしやカオスエメラルド、放っておいちゃまずいと思って持ってきたが、これが何か関係しているのか。ソニックに届けた方がいいか。エッグマン、大変じゃ。カオスが。何？エッグマンのやつもさすがに懲りたみたいだし、またどこか旅にでも出るかな。どうしたテイルス、トーネード2見つかったか。違う違う、大変なんだ。エンジェルアイランドがまた降りてきてるんだよ。なんだって、また何かあったっていうのか。とにかくちょっと様子を見に行ってみようよ。ソニックか、すまん。ラクオス、エッグマンもどうしたんだ。カオスエメラルドを奪われちまった。カオスは、奴はまだ生きてる。何？くそ、このままじゃすまさん。エッグマン待て。ソニック、カオスはとんでもない怪物だ。奴が最後のカオスエメラルドを手に入れちまったら。わかった、もう何も言うな。行くぞテイルス。うん。ここはあの時の夢じゃなかったのか。私のエメラルドさえあれば、我々の力は確固たるものとなる。我々にとって必要なものなのだ。人の欲望は無限だわ。どこまで行ってもこれでいいってことがない。お願い、ここで助けて。いつまでも子供のざれ言に付き合ってはおれん。カモン、行け。
たの。嘘、嘘よ、いけない。行うもの、その七つの混沌、混沌は力、力は心に降りて力たり、抑えるもの、その混沌を滑るもの。七つのエメラルドは、人の意志を力にするもの、その力を抑制するのがこのエメラルドなら。よかった、気がついたんだね。突然ぼーっとするんだもん、心配しちゃったよ。ナックルズももう行っちゃったよ。ねえ、早く最後のカオスエメラルドを探さないと。そうだな。トルネード2が見つかれば、その中にあるはずだよ。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。あった、トルネード2。よし、アオスエメラルドを回収だ。しまった、最後のカオスエメラルドを奪われた。どうなっちゃうの。俺の見たあの夢が、もし本当にあったことなら、やつはエクマン。あいつと戦おうっていうのか。こんなこともあろうかと用意していたエッグキャリア2号機じゃ。わしの言うことが危険のならカオス、その存在に価値はない。
めちゃくちゃやりやがる。あんた、あんたなんだろ。あいつをマスターエメラルドに封印した。私の心はマスターエメラルドの中で常に彼と共にあった。彼の心は怒りと悲しみでいっぱい。このままではかつてと同じようにこの世界を滅ぼしてしまうわ。みんな、カオスはエメラルドのパワーを怒りと悲しみで引き出した。でもソニックなら本当の使い方を知ってるよね。それができるのは悔しいがお前だけだもんな。ソニック、ソニック、ソニック、ソニック。カオスエメラルドの力を引き出すのは怒りや悲しみだけじゃない。僕らがソニックを思い、ソニックがみんなを思う。こんな心だって大きな力を生むことができるんだ。力を見せてやる。スーパーソニックでいるには人魚が必要よ。気をつけて。